そうそうそう、今日は10月29日日曜日、ハロウィン休暇スタートしてます。はい、緊急で、回した動画です。スタート。e トラベルね、確実にいりますけども、偽サイト注意してくださいね。偽サイト未だに引っかかってる人いますよ。はい、緊急で動画回してます。 e トラベルはいります。イミグレでちゃんと聞かれます。でやってたら大丈夫、ちゃんと登録がね通ってるんで、やってなければ、イミグレ前でまた入力している人が複数にいましたということで、 e トラベルは確実にいります。まあ、飛行機降りたところがすぐにイミグレやったんでね、一番出てきました。荷物の方で待たされるという感じですけど、もう一度ね、 e トラベルはやっぱりいります。はい、確実にイミグレで聞かれました、登録してるなと。でしてない人は返されて、目の前で手打ちで携帯で、ね、やってました。それが私確認できたんで3人いましたんで、やっぱり連携してますね。 e トラベルのデータがイミグレの、ね、システムと連携になってると思います。ということでショート動画でしたけども、最新のフィリピン入国です。終わります。出てこない。こういうのもどんどん立ってますね。これ何をやってるんかな。値段がねちょっと高すぎるからね。昼間到着はよく空いてます。インドネシアよりは涼しいですね。グラブを呼びました。